ダイウトン、岩田の攻撃はどうか。田口、小川、アダイウトンと経由して山田、岩田の立ち上がり、低いボール、大久保つないでいってチャンスだ、狙っていく、決まった、松本雅也が決めた。後半の1分、先制点マホームジュビロ磐田、松本雅也が決めました。 J1 初ゴール、均衡を破ったのはジュビロ磐田。後半最初の攻撃が得点につながりました。松本雅也が大仕事、これ逆サイドからうまく入ってきましたね。右サイド、まあ、うまく崩して、あれ大バラかけたことで、まあ、山田がフリーな状況になれたんですよね。そして、まあ、大久保がちょっとトリッキーな動きではありましたけれども、まあ、逆サイドの松本をフリーにするような、まあ、そういう形になりましたね。いや、これは立ち上がりのいい時間帯にこれ岩田さん取ったんじゃないですかね。シュートも抑えの効いたいいシュートだったですね。松本雅也が今シーズン J1 の初ゴール。